やあ、親友。な、何か用ですか？一戦場に到着。了解。そろそろこの戦闘を終わらせる時だ。分かった。了解。
戦う。燃やし尽くせ。わかった。了解。対戦場に到着。わかった。戦場に到着。隊長、出撃させてください。了解。隊長、目標を発見しました。こちらの勝ちだ。隊長、こちらの勝ちだ。隊長、目標を発見しました。こちらの勝ちだ。一気に潰そう。この任務、思ったより簡単。
ブローニャ、戦場に到着しました。ここの2階から出発すれば、フォースワンエリアの奥へ行くことができます。階段が壊れてる。問題ありません。もっと便利な方法がありますから。月の輪の中には、空気に触れると素早く凝固する、ナノレベルのとある特殊な液体が保存されています。その液体を射出することで強靭で粘着性のあるロープが使えるようになります。言ってる意味わかりますよね。使えそうなものを発見したぜ。うん、全部使えますね。了解。この任務、思ったより簡単じゃなさそうだ。ここは変わった建物。隊長、待って。この先、少しおかしい気がする。何を発見したんですか、ライル。一部の怪物が円形の建物の外に集まっている。様子が少し変だ。バイクがあればいいんですが。あれは何ですか。看護師さん。あの見た目、おそらく構築物の一つだと思います。他の種類のものとは明らかに違います。行動がより人間らしい。待って、今はそれを気にしている場合じゃありません。行動階層の手下が少し変わっています。この速度と力、怪物が凶暴になったみたいです。さっきの優勝効果、恐ろしい看護師さんだね。とにかく凶暴化して怪物を倒しましょう。瞬速モード、チャージか。瞬速モード、セッ、サッチャー貫通。
常行動が気になります。それに観覧車に行くにはここは避けて通れませんから。あれ、あの怖い看護師さんは？逃げたんでしょうか。警戒を緩めず、まずは建物の内部を確認しましょう。構築物の反応がない。あいつ本当に消えたみたいだ。隊長、何を見てるの？修理日誌です。あのエレベーターは上の階に行けるみたいですが、予備用パーツの交換が必要です。エレベーターの修理会社の住所が書いてありますね。そこでパーツを入手できると思います。ええ、怪物は行方不明になりましたし、まずはエレベーターの修理を優先しましょう。覚醒する。この一帯は市の中心部だと思います。誰もいない建物ばかりだし、あちこちから水が染み出てる。ここの住人たちは無事セントフォンテーヌを出ていたらいいんですが。承知した。
や、使えそうなものを発見したぜ。今行きます。まだ任務中です。集中してください。この道は前にも歩いたような。私の指示に従ってください。見つけた。日誌に書いてある型番と一致してるよ。急いで戻ってエレベーターを直しましょう。行動開始。わかった。全力で戦う。収束モード。収束モード。収束モード。急ぎましょう。やっぱり遠くには行ってなかったんですね。全員集中して作戦開始。貫通。僕がフォローするよ。第二招待の新人
の大勝利。隊長、さっきのあの一撃はかっこよかった。プローニャ隊長、みんなもお疲れ様です。聞き間違いがなければ、さっき人間の言葉を使いましたよね。報告を読みましたが、今までのあなたの命名方式をもとにして、とりあえずタロット怪物と呼びましょう。それらには言語システムがなかったはずです。でもさっきのやつは確かに人間の言葉を話してた。まさか誰もいない都市で独学で人間の言葉を覚えたってこと？敵にそこまでの知能があるとは考えにくいでしょう。どちらかというとあらかじめプログラムが設定された機械のようですが、まあいいでしょう。まだ手がかりが少ないですし、後でゆっくり考えましょう。はい、まずはエレベーターに新たなチップを入れましょう。親友、僕たちも手伝ってあげよう。もしあれらの怪物がある存在によって作られた産物なら、本当に人間を理解しようとしているのは、実は目標地点はこちらの方向ではありません。引き返しましょう。先輩の侵食の後はまだ完全に消えていません。疲労がたまらないようにと隊長は配慮したんですよね。それだけじゃありません。フォースワンに深入りして探索する前に少し準備が必要です。まずは基地に関して、一時的な拠点とはいえあまりにも粗末です。うん、確かに他のものはさておき、座れる場所ぐらいは欲しいかな。それと調査中に未知の敵に遭遇しました。今まで第三小隊がしてきたように、それらの敵について記録し分析を行う必要があります。え、先輩、その表情どうして急に元気になったんですか？先ほど倒したあの怪物を例に挙げると、予想外の収穫は結構ありました。予想外の収穫？はい、その構造には多くのレアな鉱物の結晶がありました。それと注射器の中の液体は不純物が入ってはいるものの、利用可能な液体状の崩壊エネルギーでした。ブローニャ隊長、いつそれを分解したんだ？少し驚いたよ。それらの資源を利用すればティミドの武装を強化できます。私のですか？どうして？そんなに貴重な資源は隊長の中層ウサギに使うべきです。もしくは先輩たちの武器に。いえ、戦闘の他にあなたの武装には他の用途があります。凝結機のパワーを上げ、強靭の材質を改善すれば
より複雑な地形を乗り越えることができます。その通りです。行ける場所が多いほど入手できる手がかりも増えますから。そういうことだったんですね。はい、わかりました。隊長の意見に従います。よし、じゃあ早速作業を始めよう。忙しくなるよ。ええ、整備が完了したら私のところでこれからの予定を確認しましょう。聞いてるぜ。戦場に到着。隊長、出撃させてください。了解。ブローニャ、戦場に到着しました。0019、射撃統制システム起動。
戦場に到着。わかった。はい、戦場に到着。わかった。了解。一気に潰そう。そろそろこの戦闘を終わらせる時だ。燃やし尽くせ。全力で役に立ちます。ブローニャ、戦場に到着しました。敵を発見しました。アルティメットブレイド完全解放。
急ぎましょう。